佐賀県道347号2時の松原線は佐賀県唐津市を通る一般県道である。ほとんどの区間が国道202号9道に相当。唐津バイパス開通に伴い国道指定から降格となり、佐賀県の一般県道として新たに認定された。唐津市の坊津町交差点を起点に唐津市東町交差点で北側に向きを変え、松浦橋で松浦川を渡り、 ついで東側に向きを変え虹の松原の中を通る。虹の松原の区間は、日本の道百線に選定されているほか、松並木の景観の良さが評価されて、読売新聞社選定の、新、日本街路寺百景の一つに選定されている。この区間は片側一車線で街灯がない。約5キロメートルにわたって続く、松林の中を通り抜けると、 浜崎駅北側に広がる唐津市浜玉町の中心市街地に入る。1キロメートルほど進んだところの浜玉町市街地の東端部にある浜玉町浜交差点が終点。同交差点を直進した先の海岸沿いに国道202号が伸び、福岡県糸島市、福岡市に通じる。県道になる以前の国道の時代は、交通量増加に伴う歩行者の危険度の増大や、 松原への環境悪影響が懸念されてきた。そのような状況の中で、1983年に国道202号からつバイパスの供用開始に伴って、この悪影響へ有料すべき事態に陥ることは避けられた。ただし県道に格下げされた現在においても、虹の松原の観光需要があるため、交通量は比較的多い。なお、 松の木の幹が道路空間の上部を支障している地点が多数あり、大型トラックやバスがそれを避けるため道路右側にはみ出して走行するため、大型車両及びその対向車は注意を要する。2019年7月20日、通行車両が折れた松に衝突して、助手席の男性が死亡、運転者女性と後部座席の女性が軽傷を負った。この事故を受けて、 管理する佐賀県唐津土木事務所は、事故直後から、松並木の区間を通行止めとし、緊急点検を実施した。折れた松には、空洞やシロアリの巣が確認され、雨水や風の影響を受けて倒木したとみられる。その後、7月26日に通行止めが解除され、佐賀県の依頼により、唐津警察署が通行止め解除から、最高速度時速30キロメートルの規制を、 実施している。この最高速度の規制は8月25日までの予定であったが、佐賀県は唐津警察署に再び依頼し、8月26日以降も規制が継続される。また、佐賀県は唐津市に対して倒木の恐れがある254本の松を伐採するよう要望し、一方で唐津市は佐賀県に対して樹木医による診断を要望した。 虹の松原この道が通る。虹の松原は、限界国定公園に指定されており、唐津市浜玉町浜崎から、道志東唐津にかけて 5km にわたり、黒松のトンネルになっている。夏は、福岡方面からも海水浴客が訪れるところでも、ある。虹の松原の西に、唐津焼きで知られる、唐津市街地があり、さらに南西方向は、伊万里焼きでも知られる、伊万里市。 異国情緒のある平戸方面へと通じる、協力を、ありがとうございます。